バレンチナ・ベッツァーリとイタリア共和国大統領ジョルジョ・ナポリターヌ・バレンチナ・ベッツァーリはイタリアのフェンシング選手フルーレで個人団体合わせてオリンピックで6つの金メダルを獲得している身長 164cm 体重 53kg アンコーナ県イエージ出身シドニーオリンピックアテネオリンピックのフルーレで2大会連続金メダルを獲得した 2005年6月9日に、サッカー選手の夫ドメーニコジュリアーノとの間に、息子を出産、妊娠中には 53kg の体重が 20kg、増えたが、練習で体を絞り4ヶ月後のフェンシング、世界選手権で優勝した。北京オリンピックのフルーレでは、決勝で、韓国の南健貴に試合終盤リードを許したが、残り1分を切ったところからポイントを獲得し、逆転。 三大会連続の金メダルを獲得した。同競技での個人金、メダル三個獲得は史上初のこと。2012年ドンドンオリンピックの開会式ではイタリア選手団の騎士を務めた。団体で金メダル、個人で銅メダルを獲得した。フェンシング世界選手権でも金メダル10個、銀メダル4個、銅メダル2個を獲得している。ありがとうございます。